皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。アイミンです。はい、そう、最近さ、はい、あれなんか5週連チャンで優勝した女子プロ、あの海外の、あー誰だっけ、ネリーコルダー。そう俺が愛してやまない、そう大好きなネリーコルダー。なんかえんらい飛ばすらしいやんね。300トップで、なんですごくない、すごいよ。女子で300ってなかなかやばいよね。普通にすごいと思う。やっぱ求愛点が飛ぶっていうのもあるけど、やっぱね、彼女のあのダウンスイングの時のさ、あの動きをね、下半身を力強く使ってるっていう、そうあれがやっぱね、距離の秘訣なんじゃねえかと思うのよ。下半身の動き、そう。じゃあちょっと今日その話しようかな。うん、もうその話をするとね、親指スイング崩れるから、俺は絶対やれんよ。それは俺がやります。お願いします。はい、じゃあやっていきましょう。えいっす。さあではね、やっていきましょう。はい、ではネリーコルダーさんの、あの下半身の動きという話なんですが、どういった動きなのかっていうと、彼女比較的に離れてた、ほう、めちゃくちゃ遠心力使えるように、これ飛び上がったねるんですよ。つま先立ちになるんです。マジ？はい。ええー。これまあ下半身の力、要は地面反力ってやつよね。それをフルに使ってる感じではあります。両方で蹴るみたいな。はい。なので、まあ、ええー、ギリだった。ちょっと体硬くて しきれんかったけど、まあ本当に言ってしまえばこういう動きをね。ここで両足つま先立ちバーンっていう動き、確かにこの動きっていうのはめちゃくちゃ飛ぶ。あ、そうなんや。飛ぶ。だって腕は下に降りるでしょ、体は上に上がるから、あーバーンって来た力をバーンと押さえ込めるわけ、だから飛ぶよね。へえ。そう、それこそ昔この動きってポーラクリーマーでね、あのすげえ可愛い女子プロがいたんですよ。ごめん、俺あんまり知らんわ。ね、俺が愛してやまなかった。何よりね。マジでポーラクリーマーも同じようにここでバンって飛び跳ねてました。なかなかそういうのっていないよね。そういう、当時彼女は19歳20歳前後だったと思うんですけど、はい。その時にこういう飛び跳ねたスイングっていうのをしてました。ただ、やっぱりね、長年やっていくにつけて徐々にこの足が上がるっていうスイングではなくなってます。はい、やはりこの動きっていうのは非常に柔軟性、体のバランスっていうのが重要視されるし、飛ぶけどもそれこそ4日間競技、月に何回試合、そしてその間の移動っていうのを考えると、体への負担っていうのは大きいし、確かに安定感っていう部分も怪しかったんでしょうね、当時はね。まあもちろん今はカーセーモーメントが一番の求愛点を使ってるわけだし、一番じゃないかな、彼女が使ったのレースかな、マックスかな、どっち求愛点かな。でもそれでもやっぱフェース面をまっすぐ動かすよっていう能力が強いクラブっていうところを考えると、まあこの動きのまんま行く可能性はあるけど、我々がやるのはちょっと危険かなっていう感じがする。無理。はい、ね。我々がもしやるとしたら地面反力という動き、ここでつま先立ちになるっていうよりはこのまんま膝を伸ばしてあげるくらいのイメージの方がいいと思う。ああ。ね。その方がアキレス腱切れそうにならなくていいと思う。ね。ここから左足を伸ばしていくぞ。この動きもしんどいし、まあ、先行動作としてはね、使いやすいと思う。あ、まあ、これがネリー・コルダーさんがやってる秘訣だと思います。もちろんそれ以外にも専門的な体力っていうのはすごいっていうのもあって、彼女のインスタとか見てもやっぱりトレーニングしてる姿とかもね、そうやろね、見るし、はい、でもそうやって考えるとさ、東京五輪、2020年だっけ、21年だっけ、忘れたけど、やったじゃん、あの時俺なんかがスイング解説しちゃいましたが、今日の動画は以上にしようかな。はい、この動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。